韓国外交部がオーストラリアで起きた韓国人に対する新型コロナウイルス感染症関連の嫌悪犯罪に対して遺憾の意を表した。外交部の後位当局者は27日、非公開会見で、金正ジンンアジア太平洋局長が中間オーストラリア大使に遺憾の意を表し、再発防止を要請した都市、 中国韓国大使館もオーストラリア内務省に書簡を送り、オーストラリア警察の対応が足りない点を指摘したと述べた。オーストラリアに滞在していた韓国人が去る15日未明、オーストラリアで初めて会う現地の人に人種差別と暴行を受けたと26日、JTBC が報道した。外交部は各国の交換を通じて、 新型コロナ感染拡大の状況で韓国人が不当な差別を受けないよう協力を要請している。特に、現地の警察当局と人権機関に先制的に予防協力を要請しており、被害が発生した際の強い措置を要請した。